shy, 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 shy. ありがとうございます。今日の番組は今日のスポンサーの提供だ。プロプレスボース。はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとレアな映像を皆さんにお届けしていきたいと思っています。どんな映像かと申しますと、デスボイスのレコーディング風景、これを今日はお送りしていきたいと思います。某日ですね、レザーっていうバンドのボーカルのリョウガさん、お世話になってるんですけども、連絡いただきまして、ちょっと明日レコーディング来てくんないみたいな感じで、ありがたいことなんですけども、お誘いいただきまして、たまたま、スケジュールが空いてたので、お伺いすることになりました。で、あとね、なんと、いつも動画出てくれてる、ジルカのリコですね。彼も、実は呼ばれてたみたいで、お、明日一緒じゃんみたいな感じで、でもそんなん撮るしかないじゃんと思って、カメラ回させていただいたんですよね。で、内容はというと、マガツノートっていう、ボイスドラマのプロジェクトが、あるんですけれども、そのプロジェクトが、まあ、名だたるビジュアル系バンドの方々と、楽曲でコラボレーションをするっていう企画を、しばらくやられてるんですね。で、その中の、一曲でレザーがコラボしてる、楽曲があるんですけれども、その中で、まあ、シャウトのパートがあって、そこにこうやっぱ人数が、何人か人数感が欲しいみたいな感じ、何人か欲しいみたいなところで、で、それでちょっと今回読んでいただいたみたいな流れになっております。現場には、ですね、レザーの皆様ですね、と、あとジルカのリコ、あとバージュっていうバンドのリョウさん、で、あと、僕。この6人がおりました。だいぶ大人数なんですけれども、まあ普段そのバンドマンたちが、まあ僕以外ね、バンドマンの方々ですけれども、普段バンドマンたちがどんな雰囲気でレコーディングをしてるのかとか、レコーディングってどういう風にやってるんだろうとか、あとはね、何より見どころなのは、生音でデスボイス聞くとこういう感じなんだみたいな。あとね、リコと僕はやっぱり、タイプが全然違うので、その音色の聞き比べとかできたりしちゃうと思うので、ぜひ最後までご覧いただくと面白いと思うので、ぜひご興味ある方最後まで見てください。このチャンネル、まだご登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。ということで、じゃあ早速見ていきましょう。かーい！これかっこいい。めっちゃかっこいい。ちょっと最初の方近くて、ノリの発見。ああ、いやいや、全然もう、なんならリコ君も、あともう一本ぐらい回っとくから。あ、はい。って。ひゃーい！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 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。これ超ジルカとか、まあ、宣伝しまくるから。ありがとうございます。収益的な感じですか？あ、そう。真ん中。いや、ね、大勢いりゃいいから。なるほど。人数感があれば。そう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 。ジャーウ！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 それじゃあ行きまーす！おい！優勝。やばっす。これで個人がおもろいな。おもろいな。勝手に始めます。おい！シャイ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 。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと一本いただきます。違うのでもいい。高い高いやついきます。オッケーシャウシャウ。よいしょ、お願いします。はい、シャイ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 。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。マホンさんやばいね。はい。みたいな感じですね。もう一回いただいていいですか。もう一回。はい。シャー。はいはいはい。オッケーです。どうします。一回リョウガさんいきます。みんな。いや、大丈夫です。どうしようかな。ね。はい。低い方がいい。それとも高い方がいい。どっちがいいやろ。低いの一体って。じゃあ両方もらえる。両方もらう。ああ。軽から。なるほど。じゃあ、お願いします。おい、ローで。はい。ローで。いや、めっちゃかっこいい。いや、いい。めっちゃかっこいい。あざす。あざす。いや、すごい。リッチョ行く？うん。すごい。リッチョのロー行く。俺行きます。どうですか？ちょっと、みんなの。リコも。あ、リコ。リッチョ、リッチョバージョン。あ、じゃあ。じゃあ僕もちょっと確認していいですか？はい。場所をね。場所。じゃあ、今の入れてもらったのか、ちょっと聞いてもらって。はい。おおー
種類違うやつ来た。どっちがいいっすか。これがいいやろ。ちょっと高めもらう。高めの高め。ちょっとミドルに近い。あ、ミドルに。うわー。おお。面白い。注文が通るんだこれ。はい、お願いします。何でも通っちゃうんだ。いやいいね。オッケーがよ。レッドラインついてでかい。あ、いや、いいんです、いいんです。でかいんだね。ついてても、ついててももう、でかいんだね。はい。じゃあ、あと一本いただきます。はい。かっけえ。かっこいいわ。いやありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。めちゃくちゃ豪華やけど量がこれ。いいね。すいません。いいです。いや光栄です。光栄です本当に。本当これだけのためにさせ。楽しい。めちゃくちゃ光栄です。めちゃくちゃ光栄です。楽しい。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。いや俺めっちゃ楽しいね。すげえ。めっちゃいいな。いっぱいいる。急に外たりきちゃったみたいな。急にゲストフィーチャリング。すごい。めちゃくちゃかっこよかった。ちょっと待って。めちゃくちゃいいな。もう分からへん。分からへん。いるよっつって。OK です。あざーす。あざーす。ごめん、ほんとごめん、ほんと申し訳ない。あざーす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 。申し訳ない。めっちゃ楽しかったっす。こんな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこんな感じだったんですけど、まあ、めちゃくちゃやっぱこうね、やっぱプロなんで、まあやっぱピリピリしたやっぱ空気の中で相当やっぱ緊張感のある現場でしたね。はい、というのは冗談なんですけれども、まあこんな感じでこう和気あいあいとやらせていただいて非常に楽しい現場でございました。まあね、冒頭にも説明したかもしれないですけど、やっぱそのリッチョと僕のそのシャウトの違いの感じとかは分かりやすいとすごく思うし、生音なんでね、すごく参考にはなるかなと思っています。あとレコーディングって聞くとやっぱりみんななんかどういう風にやるんだろうみたいな感じであんまり想像つかない方も多いかなと思うんですけれども、どうですか今回のあの映像を見てみてもらって、あ、意外とラフな感じでこういう感じでやるんだなみたいな意外な方も多かったんじゃないですか。あの完成した楽曲、あの最後ちょっと流したかもしれないですけど、めちゃくちゃ重たくてかっこいい仕上がりになってますんで、ちょっとねリリースのなんか状況とかちょっとまだ僕もつかめてはないんですけれども、あの先日トヨスピットかなで行われたライブの中では披露されたみたいですね。なのでぜひあのチェックできる機会があれば皆様もぜひ、ご視聴なさってみてください。ということで今回の動画、興味深かった面白かったという方はぜひグッドボタンとあとチャンネル登録をお済みいない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、魔法がお送りいたしました。バイバイ。